CAC ウメラウメラ CA-4 の試作機の側面 CAC ウメラはオーストラリアのコモンウェルスエアクラフト社が第二次世界大戦中に設計、製造した爆撃機である。オーストラリア空軍で運用される前にウメラの発注はキャンセルされた。1939年初めにオーストラリア政府は多量のブリストル防風ト爆撃機を発注したが、 鉄道車両工場で生産されることとなったため、地元の航空機メーカーである CAC は除外されることとなった。ローレンス・ワケットが率いる CAC は、急降下爆撃機と雷撃機の双方の役割を担える機体を製作して、防砲とを凌駕する性能を発揮することを目指して、独自の機体の設計を開始した。重量軽減のために、ワケットは、 従来の自動防ロ式燃料タンクではなく、主翼内の空間を水密構造にして燃料タンクとして利用していた。オーストラリア政府は当初は、この CAC の設計案には興味を示さなかったが、1940年半ばに、防法と生産計画への英国製部品供給の打ち切りを受けて、オーストラリア空軍がこの機体に関する意見を、 表明する前だったにもかかわらず政府は、この設計案の試作機を発注した。この試作機、CA-4 は1941年9月19日に初飛行を行った。CA-4 は、乗員3名の低翼、総発の多様と爆撃機であり、機種に4丁の303後継機関銃と左右のエンジンナセル後部に、 遠隔操作式の連装銃刀で武装していた。本機は500ポンド爆弾、250ポンド爆弾か2本の魚雷を搭載することができた。エンジンは、もともとは、プラットホイット 2ER-1830S3C3G 製型エンジンを装着していた。不幸なことに、特徴のある構造の燃料タンクの信頼性が低く、 1943年1月に CA-4 の試作機は燃料漏れと思われる原因で飛行中に爆発を起こし完全に破壊された。尾翼と方向打を再設計され、機種の武装が 20mm 機関砲2門と303後継機関銃2丁に変更されて CA-4 は CA-11 埋めらとなった。 1941年12月に日本が参戦すると危機に直面することとなり、ラフはテストが終了していないにもかかわらずこの設計案を受け入れ、1942年3月8日に105機の CAC 製爆撃機を発注した。しかし CA-4 の試作初号機が失われると再設計された。 CA-11 は1944年6月まで飛行できなかった。生産の準備が整った時点で、急降下爆撃機というコンセプトの評価は地に落ちており、ラフ内での軽爆撃機、偵察機、攻撃機という役割は、英国設計のブリストル防ファイターで占められており、米国製の B-24、リベレーター重爆撃機も入手可能となっていた。 こういった事態を受けて、ウルメラの発注数は、元々の105機から20機へ削減された。最初の CA-11 の飛行後に、開発計画全体がキャンセルされ、CAC 内で、ウルメラ用に用意された、生産能力は、ノースアメリカン P-51、マスタング戦闘機用に転換された。1943年1月15日に CA-4 の試作機、 A23 から1001がエンジン性能と、新しい固定式前員スラットの空力効果を評価するための試験飛行中に墜落した。フィッシャーマンズベンドにある CAC の飛行場へ戻る、途中で操縦していたジム・ハーパー少佐は、左側のプラットホイット 2R-1830、ER、エンジンから燃料が漏れていることに気づいた。 事態が悪化してくるとハーパーはエンジンを停止し、プロペラをフェザリング状態に入れようとしたが、実際にはフェザリングスイッチは爆発を引き起こし消火不能の火災が生じた。3名の搭乗員は高度1000フィートから次々に脱出を図り、ハーパーだけはパラシュート効果に成功したが、CAC のテストパイロットのジムカーターとエンジン、 整備員のライオネルダジョンの両名は死亡した。その後に機体はキルモアの南西3マイルの地点に墜落した。残骸は回収され、部品として再利用された。CA-4 ウルメラ試作所号機のサンメインズ。ありがとうございます。